リッチ・ヒル、リチャード・ジョゼフ・ヒル、リチャード・ヨゼフ・ヒル、1980年3月11日隊は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン出身の、プロ野球選手、当主、左投げ左打、MLB ロサンゼルス・ドジャースに所属。の、MLB ドラフトで36巡目、全体1088位シンシナティレッツから指名されたが、入団せず、の、 MLB ドラフト7巡目、全体209位で、アナハイムエンゼルスから指名されたがこの時も入団せず、の、MLB ドラフト4巡目、全体112位で、シカゴカブスから指名され、7月10日に入団。3年間マイナーリーグで過ごした後、6月15日のフロリダ・マーリンズ戦で、メジャーデビューを果たす。4試合に先発し、0勝2敗でシーズンを終えた。 翌の開幕はマイナーで迎えるものの5月4日にメジャー昇格。しかし4連敗を記録し再びマイナーに降格を命じられた。7月22日に再び昇格し8月にはデビュー以来10回目の先発でようやく勝利を挙げる。その後は安定した成績を残しシーズン末までローテーションの一角としての役割を果たした。は 開幕時からローテーション入り、シーズン通してローテーションを守り抜き、32試合に先発した。11勝8敗、防御率3.92と好騰を見せた。はシーズン開幕早々、制球難で大荒れのピッチングが続き、5月2日にトリプル A 級アイオアカブスに降格された。しかし、その後も乱調が続き、6月20日には、 ルーキー級にまで降格されたが、7月18日には 1A 級デートナカブスに昇格。9月1日にはセプテンバーコールアップによりメジャーに呼び戻された。2月2日に金銭トレードでボルチモアウリオールズへ移籍。11月3日に FA となった。1月26日にセントルイスカージナルスと契約したが6月30日に FA となり、 そのままボストンレッドソックスと契約。11月6日に FA となったが、12月16日にレッドソックスと再契約。はシーズン途中にトミー・ジョン手術を受けた。12月12日に FA となったが、翌13日に再契約。11月30日に FA となった。2月7日にクリーブランド・インディアンスと契約。10月31日に FA となった。1月31日に、フルスのレッドソックスとマイナー契約を結んだ。参下のトリプル A 級、ポータケットレッドソックスで25試合に登板し、3勝3敗、2セーブ、防御率3.23だった。7月1日に、金銭トレードで、エンゼルスへ移籍した。同日に行われた、シカゴホワイトソックスとのダブルヘッダー1戦目で、 5点リードの9回裏から、登板。しかし1安打1失点2死球で1死も取れず降板。2戦目には6回裏2死から登板したが、数止めの打者のアダム・ウィートンにワイルドピッチと死球を与え、1死も取れず降板した。その後登板はなく、7月5日に、リーフとなり、9日に自由契約となった。その後、7月16日にニューヨーク・ヤンキースと、 マイナー契約を結んだ。参加のトリプル A 級スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースで4試合に登板し防御率0.00と高騰。8月5日にヤンキースとメジャー契約を結んだ。2月27日にワシントン・ナショナルズとマイナー契約を結んだ。6月24日に自由契約となり、7月28日に独立リーグアトランティックリーグの ロングアイランドダックスと契約。8月14日にレッドソックスとマイナー契約を結び、9月8日にメジャー契約となり、40人枠入り。レッドソックスでは4試合に先発登板する機会を与えられ、通算200試合登板を達成した。投球は防御率1.5529.0イニングで36個の三振を奪う圧倒的なピッチングを披露した。 11月2日に FA となった。2015年11月17日、オークランドアスレチックスと1年契約を結んだ。4月4日に行われたホワイトソックスとのシーズン開幕戦では、本来先発予定だったソニーグレイが食中毒により登板を回避したため、代役として開幕投手を務めたこの年は、 シーズン途中の時点で14試合に先発登板し、防御率2.259勝3敗、ホイップ1.09という好成績を残していた。また、76.0イニングで90奪三振、奪三振率10.7と、健在の高い三振ダッシュ能力も発揮していた。8月1日にジャレルコットン、フランキー・モンタスとのトレードで、ジョシュレ・レディックと共にロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。 ドジャース加入後は6試合に先発登板。ピッチングは凄みを増し、防御率1.833勝2敗、ホイップ0.79、予死球率1.3、脱三振率10.2という好成績を残した。遺跡前との合算では、20試合の先発登板で、防御率2 1 2十二勝5敗110.1イニングで33死百129脱三振。 脱参審率10.5ホイップ1.00という素晴らしい内容だった。11月3日に FA となったが12月5日に3年4800万ドルで再契約した。8月23日のピッツバーグパイレーツ戦で8回までパーフェクトピッチングであったが9回に味方の失策で失塁を許し、それでも9回まで無安打で抑えたもののドジャースも得点を奪えず、 延長戦に入りし10回裏、ジョシュ・ハリソンにサヨナラ本塁打を浴び、ノーヒットノーランを逃した上に敗戦投手となった。シーズン通算では25先発、135.2イニングながら12勝8敗、防御率3.32ホイップ1.09と37歳にして、自身初となる2年連続2桁勝利を記録した。 急速時速 110km 台後半の落差の大きな緩いカーブを主体とする南東派投手。メジャー昇格した頃は、実に投球全体の約75%をカーブで占めており、平均急速時速 145km のツーシームとの2球種だけで例していた。2012年からチェンジアップ、2013年からはスライダーを投げるようになり、 ホーシームは2015年からで比較的最近に持ち玉とするようになった。2016年は約50%をカーブ、約45%をホーシームとしており、それ以外の球種は稀にしか投げず、実質に球種に近い。三振能力が高く、速球には球威があり、カーブの精度も高いので、被打率、被安打率は悪くない数字を残している。一方で、 最大の課題はコントロールだが2015年からは大幅に改善が見られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。